ここ数年目まぐるしくそのバッティングの形を変化させ、5年連続首位打者という前人未到の大記録を打ち立てた男、イチロー。バッティングっていうものを180度変えてくれた男なのかなって。今までのバッティング理論っていうのは、こうそこへいかにしてピッチャーのボールを呼び込んできて自分の形で打つか、ところがイチローのバッティングっていうのは、そこへボールが来ないんだったら自分がそのとこへ自分の体を寄せていってボールを打ってしまうっていう。落合氏が絶賛してやまないイチローは、より力強いフォーム、そして強い打球を打つことに終始し、8年目のキャンプを送っていた。もうよくね、イチローの打ち方はどうなんだっていうふうに聞かれるの、はい、でもう俺も答えようがないわけよ、はい、このバッティングっていうのはずっと小さい時からイメージはこういう風でした。ただ形としては出てませんでした。まあ一般的にこう、まあ僕は完璧に線から点で捉える意識でやってたので、頭の中ではスーッというラインをずっと描いてバッティングはしてましたけども、それを形に出したのが今の形なんですね。イメージを形に出したがこうなったと。ボールを線から点で捉える、この意識は一流のプロのみが持っているのか、落合氏はこう言う。いい人は線で引っ張ってきて点で引っ張ったの、悪い人は線ないの、点に自分が衝突しに行くだけだから。今日たまたまバッティング見た時にね、出来上がり状態としたらいい時をね、シーズン中のいい時を100としたら、はい、今の仕上がりって大体どのくらい、その何パーセントかというとこですか、ね、ものすごい心配なとこがあるから。あ、そうなんですか。まあちょっと実践感覚、実践の球ではないのでちょっと分かんないですけども、まだ50、60というところだと思いますけど、うん、心配したのは俺だけだと思う。形見て、うん、ものすごいね、なんていうの、トップの位置がね低くて浅いの。ああ、うん、ということはじゃあ指導がちょっと遅れ気味の、それでここの割れができてないということですね。きちっとこうトップが入ってきて、はいはい、それで振るっていう動作じゃなくて、はいはい、ここへ入る前に、もう自分がもうボールに寄っていってるもんだから。